はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルのジェット谷です。いつも私のチャンネルをご清聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、本日はね、カンボジアの、プノンペン国際空港に来ております。2022年12月2日になります。はい、一時ね、日本に帰国いたします。空港の方ね、非常に人が多くてですね、日本人の方もかなりいらっしゃいますので、なんか自撮りしてるとね、恥ずかしいのがありますけども、はい、ところでの感染対策のね、規制がもうほぼね全廃しておりますので、今回ね、本当手ぶらみたいな状態で来たんですけども、すごく、ね、少しね、ウェブで の申請とかで、非常にね便利になっているところなんかありますので、まあそれはウェブサイト上のことなんで、実際にどうなのかね、今回ね試してみて皆様にねご紹介してみたいと思います。はい、今回もね、あれだけボロカスに言ってたね、フィリピン空港しかチケットが取れなかったので、フィリピン空港経由で関西空港帰ります。それではね、今から皆様にご紹介したいと思います。どうぞ。本日は2022年12月ね、2日になります。ジェットタイですけどもね、日本にね一時帰国ね、することになりましたので、はい、今回ね、カンボジアの、日本大使館のねウェブサイト見ております。何かね、日本入国に関して規制がないかなということのチェックなんですけども、私は前回いつに帰りましたかね、10月だったかなと思うんですけども、はい、もうその時ですらね、もうほとんどもう手ぶら状態ね、もう全然、まあ2021年ね、20年の前隔離のある時期と比べたらね、もう全然緊張感が、ね、なくね、チェックもほぼせずに飛行機に乗ったんですけど、今回もね、もうそのまま行っちゃおうかと思ったんですけど、まあ何かね、ないかなとね、まあそれとあとね、YouTube 作るのに、ね、なんかネタでいいかなと思ってね、チェックしてみました。はい、そうしますとね、2022年10月11日以降からね、少しだけね、まあ規制というか、ですね、こう、新しくね、このビジティドジャパンウェブサービスというのができてまして、まあ、これざっと見ますと、こうスマホにもう事前登録をして、まあ、その QR コードを見せると、そのままね、簡単に空港内でスルーできますよっていう感じでね、まあ、本当ですかっていう形の、内容なんです。まあ、私は利用したことないのでね、なんとも言えないんですけども、まあ、今回これをね、登録してですね、で、日本入国にしてみたいと思います。で、この登録するときね、結構ね、手間がね、かかるとこがありまして、はい、それをね、皆さんにご紹介したいと思います。はい、で、スマホでね、これ、登録できる情報というのがですね、これ、やり方書いてますので、見ていただきたいんですけども、まあ、検疫と、あと入国審査と税関申告まで全部ね、あと、まあ、個人の情報とかを全部入れるっていうことで、まあ、これができてたら、もう本当スルーできるっていうことなんですけども、はい、一番私心配だったのはね、このファーストトラック、検疫のところなんですよね。はい、で、検疫のところをこれずっとこれまあ、アカウントを制作して説明書書いてあります。アカウントをね作ってってことなんですけどね、これ問題点があるんですけどね、まあ、私ワクチン打ったのがカンボジアで、まあ、3回打ってるんですけど、2回が中国製で1回が、まあ、ファイザーということなんですね。で、そのワクチン、この登録の時に、どこだったか、あ、これファーストトラックのね登録のページがありますけども、はい、ずっとね、こういう、このページが、これを、ここに、自分のやつが、もし、審査が OK だったらね、B 判定、B エリアからね、いう形でいろいろ、出てくるんです。これがね、赤がブルーに変わるっていう形なんですけども、はい。で、これでね、結構私ね、まずね、手間がかかってしまいました。なぜかと言いますと、これね、こう、プッシュをね、してもね、全然反応がしないんですよ。これなんでだ、なんでだ、なんで俺のやつ、これ登録できないんだな、このブルーのところ、押さないと、これね、ページが変わらないんですよね。あれ、これでね、結構ね、時間食ってしまいました。はい。そして、心配だったのが、ワクチンカードなんですけども、まあ、カンボジアのね、日本政府が認めた、証明書っていうことなんですけど、このカンボジアのやつがね、これ、ね、どうなのかなっていうね、形なんですよね。もうこれ、まあ見られても全然構わないんですよ。こっちはいいんですけどね。まあこっちはね、ちょっと個人情報のものもありますけども。はい。で、これを、まあ、画像で撮って、そして飛行機搭乗の6時間前までに、確か、行わなければいけないんですけども、私1日前からやってたんですよ。で、じゃあずっとね、この、行ってからね、こう、今ね、調査中っていうね、項目が出るんですよね。で、ずーっと一日待ってね、もうね、7時間前ぐらいになってね、急に、再検査っていう、ダメでしたっていう通知が来てですね、うわーと思って、もう一回やり出したらね、30分ぐらいでポーンとね、認証されて、OK ですって形で出たんで、これね、
ギリであった方がいいと思いますよね。なんかそんなことも書いてるんですよね。時間がね、短い人から、優先して行いますって書いてますから。はい。一つチェックですけども、まあ一応ね、カンボジアの陰性証明書のカードでも OK でした。はい。で、これプッシュするのはね、全体なくて、これブルー、カッコの中じゃなくてブルーのところを押してくださいということと、はい。ギリでね、申請する方のが通りやすいと。はい。このことをね、一番お伝えしてみたい、かったのでね。はい。皆さんもね、登録の時ね、気をつけていただけたらと思います。はい、それでは実際どんな形かね、試してみたいと思います。プロンペン国際空港です。人がね、もうたくさんいてですね、まあこれもうコロナ前とね、そんなにもう変わらなくなったなと言ってもね、おかしくないと思います。はい、乗客もね、たくさんいらっしゃいます。今回ね、日本人の方がね、結構たくさんいらっしゃって、私もね、ジェット谷さんですかってね、声かけられたりね、したんですけどね。はい、便数がね、これだけ増えております。はい、そしてね、ラウンジのね、メニューもね、非常に増えてたっていうね、なんか関係あるんですかってことなんですけどね、深夜便なんでね、もう飛行機で、もう食事出されても結構ですっていう形になるんで、まあここで食べとかないとね。はい。で、プロンペンのね、空港のね、この方は非常に美味しいですから、皆さんね、試していただきたいと思います。はい。私の便がね、こう出てこないぐらい便数が多いです。でもね、ディレイってね、困りますよね。まだまだやっぱり空港の運航がね、ちょっとね、どんくさいかなって感じします。特にこれフィリピン空港ね、フィリピン空港というか、プロンペン空港かもわかんないですけどね、いつもね、GoTo ゲートの呼び出しが早くてね、並ばしておいて、で、まだ前これフィリピン空港着いたばっかりじゃないかってね、なんでこんな時から並ばせるんだよと思ってね、いつもこれ昔つくんですけどね。まあ先ほどの飛行機のリレーといい、まあ空港の運用がね、まだまだね、順調にいってないかなって感じがします。はい。飛行機はプノンペン、フィリピン間は非常に空いてました。はい。ですね、あ、今これ離陸なんですけど、なんでねこれ映してるかと言いますと、皆さん思いませんか、これ、カンボジアですけどね、離陸してから飛行機を旋回する時の高度ってね、すごく低いと思いますが、これ私目視ですけど、これ200メートルぐらいしかないんじゃないですかね。これいつもね、失速して落ちることないかなってね、ものすごく怖いんですよね。まあ日本とかは私関空ですけど、かなり高いところで登ってから旋回するじゃないですか。まあ山とかあるとかね、ないとかっていうのがあると思うんですけどね、いつも怖いなと思いながらね、これ見ております。はい。皆さんもどう思いますか。はい。夜のね、 J タワー2探しをやってみたんですけどね、ちょっと夜はわからないですね。昼間ならわかると思うんですけども、はい、探し見たけどね、今回もダメでした。はい。ただし昼間はね、見えますし、で次の J タワー3はね、絶対見えますからね、こうご期待していただきたいと思います。この辺り探し、この辺だと思うんだけど、これまっすぐ明るいのはね、日本橋ですよね。はい。だけどいつもね、この風景見ますとね、飛行機が見ますとね、ほんとほっとします。あ、今回もね、無事に日本に帰れるとね。いろんなことが私ありますからね。はい。ほんとね、何が襲ってくるかわからないのでね、いつもね、この安堵するというね、この夜景を見ますとね、あ、これずっと伸びてるのが、噴泉ストーリーですね。はい。カンボジアのね、ほんと夜景、ほんと綺麗ですよね。はい。フィリピンね、マリナ空港に到着いたしました。はい。ここいつも問題なのがね、トランジットでアホみたいに並ばされるんですけどね、この前在住のフィリピンの方聞いたらね、これ別に並ばなくてもいいんですよって言うから、はい、今回ですね、先頭で歩いてね、並ぶ必要もなかったんですけども、実際ね、本当には並ぶ必要はないみたい感じでした。はい。ここからトランジットで5時間がきついんですよね。まあラウンジで休憩して、朝ね、9時に関西空港行きのね、飛行機に乗りました。はい。関西行きはね、かなりね、混んでます。満席状態でした。はい。でフィリピン空港は、ね、いつも言いますけど、唯一いいのはね、フィリピン日本間の和食がね、非常に美味しいですね。今回弁当箱みたいですけどね、そうめんがついて、焼き魚、どら焼きがついてね、これどうやって食べるんかなっていう感じですけどね、これいつも美味しいです。はい。フィリピンのね、空は青くてね、暖かくていいですけどね、これ関空に近づくにつれて、うわ、むっちゃ寒いんじゃないのっていう感じです。はい。少しね、そんな言うほど寒くなかったですけどね。はい。で関空ね、非常に歩かせます。で今回ね、初めてね、便がね、重なってですね、うわー、この人数でこれ時間何時間かかるんだろうというね、思いました。はい。で今回のビジティットジャパンウェブが非常に役に立ちます。あれこれがあればね、もう簡単にね、スルーできます。はい。それよりも腹が立ったのがですね、係員やセキュリティがみんなね、ハングル語喋るんですよ。あ、これを見せるとほぼスルー状態です。これしかしね、これとQR コード見せたらスルーでしたがね、いや、インチキなことやってる人はいると思うんですけどね、日本人だから絶対そんなことしないでくださいね。はい。でハングル語でね、喋るんでね、なん
でもハングル語で喋るんだ、日本語で喋るよっていう形でちょっと私ね怒ったんですよね。日本ですからね、なんでそこまで韓国にね媚びを売る必要があるんでしょうかね。はい、無事にね関西空港、帝国通りね到着することができました。はい、事前の申請ねやっていて、ビジティットジャパンですかね、ウェブサイトやっててよかったですね。飛行機の今までね重なったこと一度もなかったんですけども、やはり、ね、飛行機の便がどんどん増えてきてるので、これからね空港非常に混むと思います。あれ待たされたら1時間ぐらいかかってしまうんじゃないかなと思います。はい、あとね驚いたのが、なんで係員がねハングル語で喋るかってことですよね。まあ、日本ですが日本語かもしくは英語ぐらいじゃないかなって、なぜそこまでね韓国に迎合するのかなと思いましたね。反日国家、あれ不買運動の国にね言葉をなんでね関西空港で使うのかがね、ちょっとね私できたら正していただきたいなというね感じがいたしました。ちょっとね声荒げてね、なんでハングル喋ってんだって言っちゃいましたけど、はい、以上ねカンボジア不動産チャンネルこれで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしくはチャンネル登録高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆さんね、日本帰国時の際は、ビジティットジャパン、ウェブサイトね登録してからの方がいいと思います。それでは皆さん See you